今日は、元 AKB48 の梅沢さん、まゆかちゃんが経営する、元 AKB48 の、まゆかちゃんが経営してる、燃焼ヤグモっていうラーメン屋さんに行ってきました。ヤマトの高座渋谷にあります。おすすめは味噌ラーメンです。バターを私はトッピングしました。で、都会要欄など貼っときます。そこはまあテレビ爆放ザフライデーで紹介してたので、行くことにしました。で、まゆかちゃんがなんか、鎌倉にもなんかつけ麺を、お店をオープンしてるんですけども、そこはまあいずれまた行ってみたいと思います。チャンネル登録お願いします。